様こんにちは、セリナです。今回は6月3日全国発売のイブサンローランボーテの新作リキッドファンデーションオールアワーズリキッドと、9月発売のラディアントタッチグローパクトを先行発売で購入したので、この2つを比較しながらご紹介していきたいと思います。それぞれのファンデーションの塗り心地や室内と自然光で見た時の仕上がり、8時間後のマスク崩れをご紹介していきます。こちらのラディアントタッチグローパクトは5月31日までの先行発売で、次回の発売は9月頃とのことなんですけれども、オールアワーズリキッドとこちらのクッションファンデーションで悩まれている方に少しでも参考になれば嬉しいです。またこちらのクッションファンデーションも発売直前になったら、他のブランドのクッションファンデーションとの比較動画もアップしていきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録して参考にしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずはそれぞれのアイテムについてブランドからの情報を見ていきましょう。イヴ・サンローランボーテオールアワーズリキッドは、欲しかったのはカバー力じゃない世界初の美肌再生ファンデーション、世界初スキンフュージングテクノロジーを搭載、細かく整ったキメの再現を目指して理想の肌そのものの質感になりすますフォーミュラを実現、カバーしていることさえ気づかせないまるで消えるカバー力、24時間続く美しさとマスクプルーフ、ウォータープルーフ、スポーツプルーフのトリプルプルーフ処方で崩れの原因を徹底ブロック。カバー力は極限まで高く、薄膜のベールが滑らかに肌を包み、つけていることを忘れるほどの心地よさとのことで、伸ばしてみるとすごく柔らかくて肌にスッと馴染むタイプなんですけれども、ちょっと肌に密着する感じがあります。ブランドサイトにツヤとカバー力を星で表している表記があるんですけれども、こちらはツヤは星2つ、カバー力は星4つとのことなのですが、一度塗りだとあまりカバー力は高くないように感じます。しっかり重ねていくとちゃんと色ムラや凹凸はカバーしてくれて、重ねても汚くならなさそうです。ツヤ感は抑えめで、どちらかというとセミマット寄りの仕上がりではあるんですけれども、粉っぽかったりとかファンデーションを塗っている感をあまり感じないので、とても素肌のような自然な仕上がりかなと思います。でちなみに同じイヴ・サンローランのこのアンクルドポールクッション N はブランドサイトによると、ツヤが星3つ、カバー力が星3つなので、この2つ比較してみたいと思います。はい、比較してみるとこんな感じです。クッションファンデーションも条件を合わせるために指で塗ってみたんですけれども、手で見た感じではそんなにカバー力の差は感じないかなと思います。クッションの方がよりツヤツヤに仕上がる感じで、新作のリキッドの方が素肌っぽい仕上がりです。ツヤ感の違いはクッションと比較すると分かりやすいと思います。ただこちらのリキッドファンデーションはブランドからの説明に、カバー力は極限まで高いけれども理想の肌そのものの質感になりすますフォーミュラとのことなので、手元で見るとそこまでカバー力が高く感じないのかなと思います。実際に肌に塗った時にどんな感じに見えるのかとても楽しみです。今回カラー展開がいつもと少し違って、店頭でお伺いしたところ標準色はないそうなのですが、私が購入したのは LN の4、やや明るい肌色というカラーなのですが、この LN の4や LN の7、やや健康的な肌色あたりがおすすめ色とのことでした。ブランドサイトにはこちらの LN 4がおすすめ色との表記がありました。イヴ・サンローランの公式サイトにこのアンクルドポールクッションとオールアワーズリキッドのカラー比較をしてくれる機能があるんですけれども、標準色であるアンクルドポールクッションの25のカラーと比較すると LN の7がおすすめと出てくるのですが、オールアワーズリキッド LN の4とアンクルドポールクッション N の標準色25を比較するとこんな感じで、結構カラーが近いかなと思うので、 LN の7だといつもの標準色より少し暗いかなと感じました。他にも黄身寄りのLW の4や LW の7も見せていただいたんですけれども、思ったよりも暗めだったので、今回サンプルがこの LN の4しか用意がないとのことだったので他のカラーと比較できないんですけれども、
オンラインサイトなどで購入される際は、思ったよりもワントーン明るいカラーをセレクトしてもいいかもしれません。続いてイブサンローランボーテラディアントタッチグローパクトをご紹介していきます。こちらはブランドカラーは圧倒的なツヤと潤いを叶える待望の新クッション誕生。クッションの概念を超えるクリームファンデーションのようなツヤと潤い、長時間テクニックいらずの美しさを求めて、新メッシュ構造テクノロジーが叶える美しい仕上がり、マシュマロエキスやマリーゴールドをはじめとするボタニカルの恵みをたっぷりと配合、長時間潤いと輝きに満ちた肌を叶えますということで、先行発売は9月なんですけれども、先行発売の時点ですごく話題ならしくて、今回私は標準色を購入したんですけれども、こちらが最後の1点だったそうです。形状としてはこんな感じの変形のパフが入っていて、中はクッションタイプというよりもメッシュタイプになっています。まず指で塗ってみるとこんな感じで、すごくみずみずしくてナチュラルです。スキンケアのオイルを塗っているような保湿感なんですけれども、ブランドサイトにツヤが星4つ、カバー力が星3つとのことだったのですが、手元で見るとカバー力はほぼ感じられなくて、素肌が透けるような感じなんですけれども、ツヤがとても綺麗なので、ツヤでカバーしてくれるタイプなんじゃないかなと思います。付属のパフで塗ってみると、カバー力やツヤ感の変化はあまり感じられないですね。アンクルドポールクッションと比較してみるとこんな感じです。やはりアンクルドポールクッションの方が全体的にしっかりとカバーをしている感じで、新作のクッションファンデーションはツヤがとても綺麗ですね。カラーは両方とも同じ標準色の25のカラーなので、カラーの差も感じないです。はい、新作の2つを比較してみるとこんな感じです。やはりオーラーズリキッドの方がツヤ感も抑えめで、まるで素肌のような仕上がりという感じで、ラディアントタッチグローパクトの方が素肌が透けるような仕上がりに、全体的にツヤが綺麗に出ています。手元で見る感じ、両方とも厚塗り感がなくてとても自然で綺麗だと思います。はい、ではここからは実際に顔の上に塗って比較していきたいんですけれども、今回下地はこちらファンデーションを購入時にサンプルでいただいたフィアショット UV で統一したいと思います。SPF50 プラスの PA4 プラスの日焼け止めなんですけれども、こんな感じですごくみずみずしいテクスチャーで、スッと肌に馴染んで、肌表面はサラサラに仕上がるんですけれども、内側はちゃんと保湿感が残っているようなタイプなので、すごく使いやすい日焼け止めだと思います。こんな感じでカラーもついていないタイプです。顔全体に下地塗ってある状態なので、まずこちら側にオールアワーズリキッドを塗っていきます。手元で見たときは意外とカバー力はナチュラルなイメージだったんですけれども、顔に塗るとどんな感じなのか気になりますよね。まあ、でも今一度薄く塗っている状態なんですけれども、手元で見たときと同様、一度塗りでそんなに赤みや色ムラを完全にカバーするという感じではないですね。すぐに肌にピタッと馴染んで、肌表面はこのイブサンローランの他のファンデーションにもあるような柔らかいパウダーのようなテクスチャーに変化するんですけれども、乾燥する感じはしなくてしっとりとしています。はい、まずこちら側オーラワーズリキッド一度塗りの状態です。一度塗りだとやはりすごくナチュラルですね。赤みやニキビ跡を完全にカバーするという感じではなくって、本当に素肌のような仕上がりなんですけれども、多少の赤みや色ムラはカバーしているかなという感じです。もう少し重ねていきたいと思います。赤みが出ているところとか重ねてみます。すごく柔らかいムースのような少しパウダリーな質感なので、重ねても重ねても汚くなる感じもしないですし、ベタベタはしないんですけれども、すごく潤っている感じがします。ただ重ねても汚くならない分、やはりそんなにしっかりカバーするという感じではないですね。カバー力は意外とナチュラルな方なんじゃないかなと思います。
はい、まずこちら側にオールアワーズリキッド何度か重ねて仕上げた状態です。何回かしっかりと重ねたんですけれども、アップで見ても全然毛穴に溜まったり小鼻の横に溜まったりして汚くなる感じはしないです。すごく柔らかいムースのようなパウダーっぽいテクスチャーなので、ベタベタしないのに保湿感を抱えながらふんわりと肌に密着してくれるような仕上がりです。ただブランドからのアイテム情報なんかを見ていて、コスメデコルテの全ウェアフルイドみたいな感じで肌にピタッと密着してもう少しハイカバーな感じなのかなと想像していたんですけれども、仕上がりはすごくナチュラルな方だと思います。どちらかというとNARSのライトリフレクティングファンデーションに近いんじゃないかなという印象です。ただこのくらい距離があるとそんなに赤みや色ムラも気にならないかなと思いますので、あまりツヤツヤすぎていなくて自然な素肌っぽい仕上がりにしたいという方にはすごく使いやすいんじゃないかなと思いますし、テクスチャー的にも伸びもすごく良くて重ねても汚くならずに塗りやすいので、下地を選ばないファンデーションなんじゃないかなと思いました。続いては反対側にラディアントタッチグローパクトを塗っていきます。手元で見た感じすごくツヤが綺麗なタイプでしたよね。顔に塗るとのパフでつけているというのもあると思うんですけれども、手元で見た時よりは意外とカバーしてくれてるなという印象です。はい、こちら側に一度薄く塗った状態なんですけれども、やはりこの赤みなんかはカバーしてる感じはしないのですが、ツヤがすごく綺麗でツヤの効果で多少の赤みや色ムラはカバーしてくれてるような感じです。塗り心地もすごく軽くってもうしっかり保湿されてる感じがします。もう少し重ねてみたいと思います。赤みの部分なんかをしっかり重ねていくと、やはりパフでつけると肌にピタッと密着するからか意外とカバーしますね。はい、こちら側にラディアントタッチグローパクトを塗った状態です。こちらもアップで見ても毛穴や小鼻周りに汚くたまる感じも全然しなくて、オールアワーズリキッドと比較するとこちらの方がより滑らかでスキンケアしたてのような綺麗なツヤが出てくれます。こんな感じで両方比較してみるとそんなに仕上がりの差は大きく出ないかなとは思うのですが、ラディアントタッチグローパクトの方が顔を動かした時に全体的にしっかりとツヤが出るのに対して、オーラワズリキッドの方が自然な素肌のような程よいツヤが出るような仕上がりです。カバー力なんですけれども、ラディアントタッチグローパクトは手元で見た感じあまりカバー力はないかなというふうに思ったんですけれども、パフでしっかりと塗って密着させているというのもあると思いますが、重ねていくとちゃんと赤みや色ムラもカバーしてくれます。さすがにこういう大きいニキビ跡などを完全にカバーするというわけではないんですけれども、ツヤで反射する効果もあるからか個人的にはオールアワーズリキッドよりもカバーしてくれてるような印象です。すごく仕上がりが綺麗なのとしっかりと保湿されてるような感じなので、全国発売は9月とのことなので乾燥しやすい時期にすごくいいファンデーションなんじゃないかなと思います。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもやはりカバー力にそんなに差はないように感じます。仕上がりとしてはオールアワーズリキッドの方がやはり程よいツヤ感で素肌に近いようなセミマット仕上がりというのに対して、ラディアントタッチグローパクトの方が全体的にツヤツヤに仕上がっています。外の光で見るとラディアントタッチグローパクトの方が少しカラーが明るい感じがしました。仕上がりとしてはどちらもすごく滑らかなつけ心地で、毛穴や小鼻周りに汚くたまる感じも気になりにくいです。オールアワーズリキッドの方が素肌のような程よいツヤも感じるようなセミマット仕上がりで、肌表面は柔らかいムースのようなテクスチャーでベタつきは気にならないけどちゃんと保湿感を残してくれてるような仕上がり。それに対してラディアントタッチグローパクトは全体的にスキンケアしたてのようなツヤが出て、こちらもベタつく感じは気にならないんですけれども、よりしっとりと保湿して肌表面を滑らかにしてくれてるような感じでした。
両方とも保湿感も感じられるタイプなので、乾燥が気になる方にはどちらもすごく使いやすいと思います。はい、仕上がりはこんな感じで両方ともすごく綺麗だったんですけれども、ここからは8時間後のマスク崩れについて見ていきたいと思います。両方ともすごく保湿感が高いので崩れにはそんなに強くないんじゃないかなという印象なんですけれども、特にこのオールアワーズリキッドはマスクプルーフ、ウォータープルーフ、スポーツプルーフのトリプルプルーフ処方とのことなので、どのくらい崩れないのかすごく楽しみです。両方とも保湿感はしっかりあるんですけれども、肌表面はベタベタする感じではないのですが、マスクをする前にこちら3のアドバンストエシリアルスムースオペレータールースパウダーの02番グローマットを塗っていきます。すごく崩れに強いというタイプのパウダーではないので、ファンデーション自体のマスク崩れは分かりやすいかなと思います。ブラシで軽く塗っていきます。はい、パウダーまで塗り終わりました。現在ちょうどお昼の2時になったところなので、これから約8時間、夜の10時頃にどのくらい崩れていないのか見ていきたいと思います。はい、現在夜の10時を過ぎたところです。あれから約8時間、一度もお直しせずにマスクのまま過ごしたので、どんな感じになっているのか見ていきたいと思います。はい、マスクの中の肌はこんな感じでした。8時間の間に一度うっすらと汗をかく場面もあったんですけれども、両方とも全然崩れていないです。特にこちら側に塗っているオールアワーズリキッドはマスクプルーフとのことだったんですけれども、マスク自体にはちょっとつくかなっていう感じは気になったのですが、マスクの中の肌がアップで見ても全然崩れていなくて、何度かしっかり重ねたところもムラになったり、小鼻の横に溜まる感じも気にならなかったです。反対側に塗っているラディアントタッチグローパクトはすごく保湿感が高くて滑らかなテクスチャーだったので、正直崩れには弱いかなと思っていたんですけれども、こんな感じでこちらも全然崩れていなかったです。もちろん汚く溜まっている感じもしないです。両方ともちゃんと塗りたての保湿感が持続しているのに、マスクの中の小鼻周りなんかも全然皮脂が出てくる感じも気にならなくて、オールアワーズリキッドは塗りたてよりも若干ツヤが出てきたかなという感じなんですけれども、特にこのラディアントタッチグローパクトが塗りたてと変わらないまま保っているなと思いました。見た目も触った感じも全然よれてる感じもしないですし、皮脂が出てる感じも気にならないんですけれども、油取り紙を使っての皮脂チェックもしていきたいと思います。まずオールアワーズリキッドを塗っている頬から見ていきます。はい、こんな感じで触った感じもちゃんと保湿されているので、乾燥してパサついている感じなどは全くしないんですけれども、ファンデーションの油分が全体についているという感じで皮脂が浮いている感じはしないです。続いてラディアントタッチグローパクトの方法を見ていきます。はい、こんな感じでこちらのファンデーションの方が塗りたてからスキンケアのような高保湿の感じだったので、もともとのファンデーション自体の油分も多いんじゃないかなっていうタイプなんですけれども、それでもファンデーションが浮いている感じなんかもしないですよね。続いて小鼻周り見ていきます。両方とも皮脂が出てる感じはあまりしなくて、若干オールアワーズリキッドの方がファンデーションが浮いている感じはするんですけれども、それでも全然汚くよれてる感じではないですね。最後に額を見ていきます。私特に額はすごくテカりやすいタイプなんですけれども、両方とも全然皮脂がついていないですよね。若干何度か重ねたところのファンデーションが浮いてるかなっていう感じはするんですけれども、それでもよれてる感じやファンデーションが崩れてる感じはしていないと思います。油取り紙を使って皮脂やファンデーションの崩れをチェックした結果はこんな感じでした。両方とも皮脂が出ている感じもなく、ファンデーションもよれにくいタイプだなと思います。はい、こんな感じで6月3日に全国発売されるオールアワーズリキッドと9月に発売予定のラディアントタッチグローパクトをそれぞれご紹介していきました。両方ともまず保湿力が高かったので、乾燥が気になるという方にもすごくおすすめなんですけれども、マスクをして8時間経った後も皮脂や汗で崩れている感じが全然しなかったので、保湿と崩れを両立しているのはとてもすごいなと思いました。仕上がりも両方とも素肌のようなとても自然で滑らかな仕上がりなので、何度重ねても汚くならないんですけれども、
ポールアワーズギキッドの方がより素肌に近いような程よい艶感も感じるようなセミマット肌という感じの仕上がりなのに対して、ラディアントタッチグローファクトはスキンケア後のようなツヤツヤの仕上がりなので、素肌のような自然な仕上がりが好きだけど乾燥も気になってマスク崩れも気になるという方はオールアワーズリキッドがおすすめで、スキンケアしたてのようなツヤツヤな仕上がりにしたいけど崩れも気になるという方はラディアントタッチグローファクトがおすすめかなと思います。香りについては両方ともイブサンローラン独特の香りはついているんですけれども、いつものファンデーションよりは香りは少し弱めかなと感じました。クッションファンデーションの発売は9月とまだもう少し先なんですけれども、気になっている方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。